アンナ・マリア・グスタフ・セドッテル、バーサー・アブスベイリエは、スウェーデン王、グスタフ・バーサと、その2番目の日、マルガレータ・レイヨン・フーブッドの間の参女。ドイツのプファルツ・フェルデンツ・コーゲ・オールク・ヨハン・一世と、結婚した。フェルデンツ・コーリョウの摂政を務めた。1562年12月20日にプファルツ・フェルデンツ、クゲに嫁いだ。家庭生活は円満で、アンナ・マリアは、夫。 ゲオルク・ヨハン一世の助言者となり、夫の無謀な野心を抑えようと努めた。アンナ・マリアはまた自分の兄弟と、ドイツ諸公の娘との縁組みを熱心に進め、1579年には、マッテーのカールとプファルツ・ジンメルン家の皇女アンナ・マリアを結婚させている。1592年に未亡人になると、アンナ・マリアは、夫の残した30万フローリンもの莫大な、 借罪を返済するために奔走することになった。また彼女は、夫が遺言で、息子たちに遺産を分割すると言い残したために起きた、領土の相続をめぐる、息子たちの争いをもいさめねばならなかった。彼女は、摂政として1592年から1598年まで、統一状態のフェルデンツ皇領を治めた。その後、長男のゲオルク・グスタフが、フェルデンツと、 ラウテレッケンを相続分として確保し、下の息子たちはそれ以外の地域を与えられた。夫のゲオルク・ヨハン一世との間に11人の子女があった。ありがとうございます。